平成20年5月8日、介護老人保健施設、阿蘇グリーンヒルにて、花祭りが行われました。今回は、林道保育園の桜組と星組が、花祭りをお祝いに来ました。花祭りとは、お釈迦様の誕生日をお祝いする祭りです。お釈迦様の生まれた日に、甘い雨と美しい花が降ってきたということから、いつからか、お釈迦様の誕生日に甘茶を飲むようになったと言われています。その起源となったお話を園児、入所者や施設スタッフの方々も真剣に聞いていました。花祭りの歌を覚えてきた園児たちが手拍子に合わせながら元気いっぱいに歌います。園児と一緒にお釈迦様に甘茶をかけたりと終始賑やかでした。お年寄りと子どもたちが触れ合う笑顔の絶えない一日になりました。